ちは、かまりん .net のかまりんです。5月14日土曜日ということでですね、ゴールデンウィークも後半に差し掛かりましてですね、私の方は日曜日までがお休みということでですね、あと2日しかないということなんで、そろそろどっか出かけられないかなと思いましてですね、長官様とちょっとツーリングに行くことにしました。で、まあ久しぶりなんでね、長官様の方もですね、疲れが残らないように短距離でお願いしますということを言われましてですね、まあ短距離ばっかりなんでね、そろそろ長距離も走ってもらいたいということで、まあ今回短距離走ってもらって、次はちょっと遠くまで行くぞということを宣言してるんですけども、ゴールデンウィークなんでね、渋滞を避けて、和歌山方面の山の方へ行きたいなと思いまして。まあ目的地で決めていたのはですね、昼食の場所のみでスタートしました。あとはですね、行き当たりばったりでと。一応ですね、考えていたのが、紀の川フルーツラインで橋本まで行ってですね、まあ広域農道で、まあこちらまた戻りながらですね、途中で昼食をいただくというようなことをですね、頭の中で策略を練りながら走ることにいたしました。井上さん超えた後ですね、紀の川広域農道へ入ったところでですね、長官様からインカムでですね、なんかバイクおかしいっていうことを言ってきたんですよ。で、まあ、並走してた私もですね、見ててですね、別にスピードが落ちてるわけじゃなく、挙動もおかしくないんですね。で、何がおかしいって聞いたら、ちょっとエンジンの音が変なんや、と言うんですよ。で、何が変なんて言ったら、ポコポコ言うてるって。お城聞いててそんなことはなかったんですけども、しばらくですね、並走して走って、そのポコポコでどんな音って聞いたら、ほな、ちょっと鳴らしてみるって、なんか、ちょうどアクセル行った時にそんな音が鳴ると言うんでね、やってもらったんだよ。ほんだら、確かに横で聞いてて、ポコ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 ってなんか、聞いたことない音なんですよ。ちょっとおかしいな、ということでですね、とりあえず、道の横にですね、ちょっとスペースのあるところで止めてみようということでですね、京奈和道のですね、紀の川インターチェンジと紀の川東インターチェンジの中間地点でですね、バイクを止めまして、一時止めて、バイクの状態を確認しようということにしたんですけども、まあ降りてですね、長官様のモンキー125を見ると、もう一発で、ああって言う。もう本当にびっくりしました。もう写真見てご覧の通りですね、マフラーがね、落ちとんですよ。落ちてるというか、エンジンのね、この、マニホールドの部分のネジが脱落してですね、完全にエンジンと接続する部分がですね、完全に剥がれてしまって、マフラーが後ろの方のステーだけでぶら下がってるということになっていました。まあ、たまたまですね、なんとかマフラーステーでぶら下がってて、ここ割ときつめで締めてたんでね、ほんとこれ緩く締まってたら、マフラーの前の方が重たいんでね、地面に接触してたと思うんですけども、なんとか耐えて、地面が接触しなかったね、マフラーに傷はどこも入ってないんです。まあそんなことでですね、もう、呆然としましてですね、どないするということで、まあとりあえず、症状聞くとね、犬鳴さんを越えて降りてきてですね、いつも私どもですね、紀の川広域道路、ちょっと手前のところから、工業地帯のところ入るところでですね、左折するんですけども、そこを左折したところからですね、なんか音がおかしくなったよということなんで、あの辺で外れたんじゃないかなということですから、まあ、もしかしたらその辺にこのナットとか落ちてるんじゃないかと。エンジンの方も確認するとね、ガスケットも残ってなかったね。一応このままではどうしようもできないんでね、私だけちょっと U ターンして、そのナットが落ちてないか、音の変わった場所、左折した場所、それからそこからだいぶ上の方まで戻ったんですけども、それらしきものがなかったし、ガスケットもなかったんでね、かなり手前でナットは落ちてですね、剥がれたのがたまたま曲がった時にですね、まあ、振動が多いからスポンと落ちたかなと。で、まあとりあえず場所がね、いつもお世話になっているレッドバノさんが近いということもありまして、まあ電話かけるとですね、ちょうど車もあるんで、まあ近いんですぐ行きますよということでね、快諾してくれまして、本当に涙目になりまして。で、それからですね、電話してからも30分しないうちに軽トラでやってこられました。で、まあ、この動画のように引き上げ画面だけが動画に残ってるという形でですね、バイクを引き上げてもらってですね、とりあえずお店に行こうということ。まあそれならまあレッドバノの軽音に、モンキードですね、
うちの長官様も一緒に軽トラで、引き上げてもらいました。まあ、とりあえずね、お店に行ってですね、ちょうど昨日にて通ったガスケットとネジがあったんで、それつけてもらってですね、結構早くですね、対応してもらってましてですね、で、復活させてもらいました。そしてなんとありがたいことにですね、引き上げ代はサービスでということでですね、実工賃の1210円でモンキーを走れる状態に復活させていただきました。本当にありがとうございました。まあ、この治った時点でですね、まだ12時少し前だったんで、結構お腹減ってるんで、とりあえずお昼ご飯食べたいなということでですね、今回はネルモルキノというお店に行ってきました。ゴールデンウィーク限定セットということですね。ハンバーグステーキとエビフライのセットとかいうのがあるので非常に魅力的だったんですけど、やっぱり初めてのお店行った時はですね、そのお店の定番メニューを試すべきだと思ってますので、今回はですね、ネルモランチというものをいただきました。まあ、今映像で流れてますようにですね、煮込みハンバーグとエビフライ、そしてヒレカツ、というようなセットでですね。まあ、それ以外にもですね、いろいろなお惣菜がですね、小鉢で入ってくると。まあ、女性が好きそうなパターンに並んでるんですけど、この真ん中の、これメインのね、お皿だけでも、大の、まあ、いかついおっさんでもお腹がいっぱいになるぐらい、美味しいメニューががっつり入ってますんでね、十分ですよ。で、まあ、ご飯の方もおかわり自由ということなんで、大ぐらいの方も十分、魅了できるということですね。まあ、食べたんですけども、非常に美味しい。ここなかなか美味しくて、この煮込みハンバーグなんか絶品ですわ。他のね、ヒレカツとか、その辺も非常に手作りで美味しい上がりでしてですね。この値段とこれやったらええなということでですね。これからここを定番にしようかという形になりましてですね。私みたいなおっさんが一人で行っても食べやすいような店の感じでしてですね。俺、ここ定番にしたいなと思ってますんで、あんまり皆さん行かないようにしてください。はい。まあ、トラブルありましたけども、最後にご飯が美味しかったので、とても楽しい思い出となりました。皆さんもお気をつけください。それでは、最後にそのマフラーが外れた音、お聞きください。